カルシウムも食物繊維もたっぷり取れます。栄養満点おすすめレシピ、高野豆腐の柳川風をご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず高野豆腐はお湯につけて戻します。60度くらいのお湯で戻しましょうね。水気はしっかりと絞ります。しっかりと絞って臭みを除きましょう。3センチ角に切ります。ごぼうは皮をこそげ、ささがきにします。万能ネギは根を落として小みじ切りにしましょう。鍋に材料 A のだし汁、砂糖、醤油、みりん、塩を入れて煮立てます。ごぼうを入れて2分ほど煮ましょう。アクが出たら取り除きます。高野豆腐を加えて5分ほど煮て味を含ませます。溶き卵を回し入れ、火が通ったら火を止めます。火を通しすぎないように注意しましょうね。仕上げに万能ネギを散らしましょう。体思いの優しい味わいで、不足しがちな栄養素も補える健康レシピです。ぜひお試しください。